防衛省に伺いますが、防衛力整備計画では沖縄県那覇市に司令部を置く陸上自衛隊第15旅団を増強し、師団へ改編するとしております。改編の目的に国民保護を掲げていますが、これは具体的にどういうことですか。防衛省小野田政務官。お答え申し上げます。そもそもこの15旅団の次第の改編の目的等でございますけれども、新たに策定した防衛力整備計画に基づいて第15旅団の次第の改編を計画しており、現在の1個普通科連隊を2個普通科連隊に増強することとを検討しております。これにより事態性記事における対処や国民保護の実効性の向上が図られると考えており、このような部隊配備は力による現状変更を許容しないという我が国の意思を示し、島嶼部を含む南西地域への攻撃に対する抑止力、対処力を高めることで我が国への攻撃の可能性を低下させるものであり、沖縄県民ひいては我が国国民の安全につながるものでございます。委員長。赤嶺政権。要するに増強したら国民保護の実効性にも役立つと言ってるわけですが、それは具体的にどういうことですか。委員長。小野田政務官。お答え申し上げます。先ほど申し上げましたとおりですね、事態性記事における対処や国民保護の実効性の向上が図られるというところでございますけれども、例えば少々お待ちください。一般に普通科連隊を含めて陸上自衛隊の部隊が増えることによって、災害派遣や国民保護といった活動に割ける人員も増えることになりまして、実行力の向上が期待されるところと考えております。委員長。赤嶺政権。要するに増やした自衛隊員を有事という事態が起こったときにはそこにも派遣できるということをおっしゃってるわけですね。そういうことですね。委員長。小野田先生。具体的な内容につきましては、その先ほど申し上げた陸上自衛隊においての15旅団を強化し、南西方面の防衛体制を強化するとともに国民保護の実効性向上を図ることとしておりますけれども、そのための例えば部隊等の整備の具体的な内容については今後検討してまいりたいと思っております。委員長。赤嶺政権。私ね、15旅団を師団化して、そして有事の事態にも対応できるようにするとい この考え方に、非常に大きな疑問を持っております。自衛隊がですね、住民保護の住民保護の を実施するとこう言いますが、ジュネーブ条約は民間人と戦闘員、民用物と軍用物と区別し、軍事目標ののみを攻撃の対象とすることを定めています。我が国に対する武力攻撃が発生した場合に、当然、自衛隊は軍事目標になります。その自衛隊が国民保護に積極的に関わることは、住民をかえって危険にさらすことになるのではありませんか。防衛省。委員長。小野田政務官。お答え申し上げます。先生、いろいろなご指摘いただいておりますけど、第15旅団の師団化というのは力による現状変更を許容しないとの我が国の意思を示し、島嶼部を含む南西地域への攻撃に対する抑止力、対処力を高めることでございます。我が国への攻撃の可能性を低下させるものであり、沖縄県民ひいては我が国国民の安全につながるものと考えております。委員長。赤嶺政権。事態発生も想定の中に入れてるわけですよね。委員長。小野田政務官。
あらゆる場面を想定して動いております。はい、委員長。赤嶺政局。なんか抑止力でもそういう有事の事態が起こらないかのような、答弁をして、私のですね、ジュネーブ条約上、国民保護に自衛隊が携わるのは、これは、軍用物となって、攻撃の対象になるんじゃないかという、これにまともに、答えようとしておりません。総務大臣に伺いますが、国民保護は総務省に第一義的責任があります。防衛省は安保三文書に基づいて沖縄の陸上自衛隊を増強して国民保護に積極的に関わっていこうとしています。これはジュネーブ条約の軍事目標主義に照らし住民保護に逆行すると思いますが、総務大臣はいかがですか。松本総務大臣。はい、今、戦時国際法のお話がございました。残念ながら私どもが今目にするのは戦時国際法違反の事例を見ているわけでありますが、その点からもこの度の戦略三文書の改定による、このことを含めた防衛力の強化は我が国の抑止力を高めて国民の生命財身体財産を守る国民保護に資するものと考えておりまして、あらゆる事態を想定をして対応を準備をすることこそが抑止力を高めているというふうに考えております。その上で文化委員ご指摘の戦略三文書の改定における自衛隊の体制強化等に係る内容やジュネーブ条約の解釈については総務大臣としてはお答えする立場にございませんので、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。なお、この度の戦略三文書の改定においては国民保護の実効性を高めるための取り組みとして円滑な避難に関する計画の速やかな策定、住民避難等の各種訓練の実施などが盛り込まれているところであります。総務省としても国民保護のための体制強化に向け、有事の際に国民の生命、身体、財産の保護に係る措置が円滑に行われるよう、政府の各省庁や地方公共団体、指定公共機関などとさまざまな主体と密接に連携して取り組んでまいります。そして今も申しましたように、有事の際にしっかりと国民保護のための体制が行われることそのものが、一つの大きな意味での抑止力にもつながってくるものと考えております。委員長。赤嶺政権君。有事の事態が発生して、国民保護に、自衛隊が、この自衛隊の能力を発揮しようとする、それは、まさに、ジュネーブ条約、違反のね、現状のいろんなことが起きておりますが、自らですね、軍用物としての攻撃の対象になり、国民保護に逆行するんではないかと、これ国民保護総務省の総務大臣の責任ですよね。これ逆行すると思いますよ。その点をですね、なんか抑止力だ抑止力だというけども、一方で有事の事態に、役立てるために自衛隊を増強すると言ってるわけですよ。これは明らかにジュネーブ違反上非常に危険な事態を招くと。でもう一点あります。今回の安保三文書は第15旅団の改編だけでなく、民間航空機と船舶空港港湾の利用についても自衛隊の機動展開能力の強化と国民保護の双方を目的として拡大するとしております。しかしこれはですね、沖縄戦の教訓に真っ向から反するものです。かつての1944年の沖縄戦における重々空襲、その重々空襲では那覇港が真っ先に攻撃対象とされました。当時軍事物資の主要な積み上げ港になっていたからです。沖縄本島南部で多数の犠牲者が出たのも、当時の第32軍が
首里の司令部が陥落した後に、住民が避難していた南部に撤退しながら戦争を継続することを決めたからでありました。軍民を混在させないというのが、あれだけの犠牲を出した沖縄戦から汲み取るべき教訓です。軍事活動と国民保護を一体で進める方針というのは、これは総務大臣の立場からも撤回すべきだと思いますよ。軍民混在は国民保護にならないというのが沖縄戦の最大の教訓ですよ。今もってそういうことを主張する、そういうことが沖縄県民の主張、あるいは首長の中での主張でもあるわけですよ。いかがですか、大臣。松本総務大臣。私ども総務省は国民保護の役割を担っておりまして、あらゆる事態に備えて国民保護の実効性を高めるための取り組みとして、円滑な避難に関する計画の速やかな策定、住民避難等の各種訓練の実施などが盛り込まれているところでございまして、総務省としては国民保護の体制強化に向けて、有事の際に国民の生命、身体、財産の保護に係る措置が円滑に行われるよう、政府の各省庁や地方公共団体、指定公共機関など、さまざまな主体と緊密に連携して取り組んでまいります。申しましたように、このことで国民保護のための体制を強化をしてまいりたいと考えております。委員長、岡峰政権君。大臣、軍民混在が非常に危険な事態を招いたという歴史の教訓、これ、何か感想ありますか。松本総務大臣。申しましたように、私ども総務省としては、私どもの使命である国民保護の体制をしっかりと強化をしていくことが使命であろうというふうに思っております。委員が今おっしゃったことについて、その意義等も含めて、私としては今、ここでのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。委員長。軍民混在が総務省が目的とする、国民保護にも逆行するものであるということを指摘しておきたいと思います。安保三文書は、持続性、強靭性の一環として、自衛隊司令部の地下化を盛り込んでいます。防衛力整備計画の5年間で、どれだけの施設の地下化を進める計画ですか。防衛大臣政務官、小野田政務官。お答えします。防衛力整備計画においては、粘り強く戦う体制を確保するため、主要司令部の地下化を実施することとしております。現時点ではすでに現地調査を行っている舞鶴地方総監部と、令和5年度予算案に所要の経費を計上している県軍駐屯地、那覇駐屯地、水域基地、ニュータバル基地および那覇基地において司令部の地下化を計画しておりますけれども、その他の主要司令部の地下化については決まっておりません。赤嶺政権君。今挙げたもの以外はですね、検討中というわけですが、防衛力整備計画の5年間で43兆円という、予算額を決めているわけですよね。なぜ明らかにできないんですか。弾薬庫は70棟増やすという計画を先日明らかにしています。地下化についても明らかにすべきではありませんか。小野田大臣政務官。先ほど申し上げさせていただいた場所についての予算に関しては、令和5年度予算案においての57億円の計上の詳細は出しているところでございますけれども、この今後、令和6年度以降の事業につきましては、個々の事業をいつ、どこで実施するかについては、省内の検討に加えて関係機関等との調整等を経て、各年度の予算編成過程で定まるものであることから、現時点においてお示しできないということをご理解いただきたいと思います。委員長。赤嶺政権君。自衛隊の地下化というのは、沖縄に限らず、九州含め、全国で進めていくということになるわけですか。小野田防衛大臣政務官。
先ほど申し上げましたとおり、現時点ではお示しできないことをご理解いただきたいと思います。委員長、赤嶺政権君。場所を示せということではなくて、これは、沖縄に限定せずに全国で進めていくということですか。委員長。小野田防衛大臣政務官。先ほど挙げましたとおり、全国のそれぞれの駐屯地や基地に対して進めているところでございますけれども、今後についてはその抗堪性の向上というものを防衛力整備計画の中に示しておりますので、今後検討してまいりたいというふうに思っております。委員長。赤嶺政権君。今おっしゃった、地下化の目的として抗堪性の向上を強化、これどういうことですか。委員長。小野田防衛大臣政務官。自衛隊施設の抗堪性とは、主要な装備品、司令部等を防護し、粘り強く戦う体制を確保するための措置のことを申しております。委員長。赤嶺政権。粘り強く戦うためのいうことを指すのが、抗堪性になるということですね。つまり、周囲のあらゆるものが破壊されても、司令部は生き残り、戦争を継続できるようにするということです。そのような事態になった場合にですね、沖縄140万県民、どこに逃げればいいのでしょうか。総務大臣に伺いますが、国民保護法は地方自治体に国民保護計画の作成を義務付けています。もともとできるはずがないことを自治体に押し付けているのではありませんか。沖縄県の県外避難の計画はこれどうなっていますか。松本総務大臣。はい、今会員からもお話がありましたとおり、有事の際に住民の避難等をできるだけ早く実現するためには、平素から関係機関が連携して必要な検討訓練を進めることが重要でありまして、総務省消防庁としては地方公共団体における取り組みを支援をしているところでございます。特に沖縄からの住民の県外避難については、島から外へ出る避難となりますので、輸送手段の制約という特有の困難がございますので、国が積極的に支援を行うことといたしているところでございます。今年度末には特定の事態を想定したものではありませんが、内閣官房を中心といたしまして、当省など関係省庁、沖縄県、先島諸島の5市町村等が協力して、武力攻撃予測事態を想定した図上訓練を実施し、避難の手順を確認具体化することといたしております。総務省としても市町村における避難の検討への助言を中心に支援を行ってまいりたいと考えております。委員長。赤嶺政権君。先島諸島、宮古島や、石垣市、竹富町、与那国町、多良間村などが挙げられると思いますが、一部の人たちによって、脅威が煽られている地域でもありますが、こういう島々、県外に避難させるというのは、どの地域を おっしゃってるんですか。澤田消防庁次長。お答えいたします。先ほど大臣からも答弁させていただきましたが、特定の事態を想定したものではございませんけれども、現在内閣官房を中心としまして、消防庁、関係省庁、沖縄県、先島諸島の5市町村等が協力をしまして、武力攻撃予測事態を想定した図上訓練を実施し、避難手順の確認具体化をすることとしております。その中でしっかりと検討をしていきたいと考えております。委員長。赤嶺政権君。しっかりと検討する避難先っていうのも検討の対象に入ってるんじゃないですか。澤田消防庁次長。
国民保護法におきましては、武力攻撃事態等が認定されました際に、政府による避難措置の指示及び都道府県知事による避難指示を踏まえまして、市町村が住民の避難にかかる避難実施要領を定めることとしております。そういった手続きも含めまして、先ほど申し上げましたとおり、関係省庁、沖縄県、先島諸島の5市町村等が協力をいたしまして行います武力攻撃予測事態等を想定した図上訓練、この中で検討をしてまいりたいと考えております。赤嶺政権君。武力攻撃予測事態から避難をさせるということですか。澤田消防庁次長。お答えいたします。国民に危険が迫り、それから避難が必要とされる場合には、武力攻撃予測事態を認定されることになると承知しております。委員長。赤嶺政権君。武力攻撃予測事態の段階から避難をする場合に、私、さっきですね、地下化の話も伺いましたが、沖縄戦の時は九州でした。今回も九州ですか。澤田消防庁次長。先ほどもご答弁させていただきましたが、この後の、関係機関が連携をしまして、訓練の想定をしてまいりますので、その中で検討してまいりたいと考えております。委員長。赤嶺政権君。避難先が見つかりますかね。例えばですね、九州でも地域も重要な基地として、地下化しますし、熊本の県軍の基地、宮崎のニュータバル基地、これは普天間基地の有事の代替機能も持つわけですよね。九州も非常に緊迫した状況がある。で、全国で自衛隊の基地の地下化が進む、全国全体がですね、非常に軍事緊張が高まっている中で、そういう場所に140万県民、あるいは先島の人たち、どうやって避難させるんですか。その図上訓練って可能ですか。澤田消防庁次長。お答えをいたします。先ほども大臣からご答弁申し上げましたように、有事の際に住民避難等をできるだけ早く実現するためには、平素から関係機関が連携して必要な検討訓練を進めることが重要でございまして、総務省消防庁としましても市町村における取り組みを促進しておるところでございます。特に沖縄県の離島の住民の避難につきましては、当該避難となる場合、輸送手段の制約という特有の困難があることから、国が積極的に支援を行うこととしております。先ほどもご答弁申し上げましたように、今年度末に沖縄県、先島諸島の5市町村等が協力をしまして、武力攻撃予測事態を想定した図上訓練を実施し、連絡体制の確認、空港、港湾等、また輸送力確保、それらを踏まえました避難の手順を確認、具体化することといたしております。委員長。赤嶺政権君。大臣ね、沖縄戦の時にも学童疎開がありました。九州に主に疎開をいたしました。親元を離れてですね、で、生まれたところから疎開をしなさいと言って、これ住民の納得を得られますかね。今でもですね、学童疎開の体験者は、学童疎開というのは、やーさん、ひーさん、しからーさん、このように言ってるんですよ。ひもじい、そして寒い、寂しかった。こんなね、住民避難が、そう簡単にね、できるような答弁をしておりますが、住民避難もですね、私はこれは
大変不可能だと思っております。それから、政府は今ですね、避難施設の指定を各都道府県に促しています。避難施設は全国に何箇所あり、そのうち沖縄県には何箇所あるのか、具体的にどういう施設を指定しているのか、現時点での避難施設の指定状況を明らかにしていただけますか。斉藤内閣審議官。お答えを申し上げます。国民保護法に基づく避難施設の指定状況でございますが、令和4年4月1日現在で全国の指定数が94,424箇所、そのうち屋内避難施設は73,488箇所、屋外避難施設は58,290箇所となっております。なお、例えば屋内施設である学校の校舎と屋外施設である学校のグラウンドを合わせて一つの避難施設として指定している場合がございますため、今申し上げた屋内施設の箇所数と屋外施設の箇所数とを足し合わせた数は、最初に申し上げた全国の箇所数と一致しておりません。次に、沖縄県における指定数は1,295箇所、そのうち屋内避難施設は936箇所、屋外避難施設は1034箇所となっております。種別ごとの内訳につきましては、例えば学校の屋内避難施設は全国で 37,310 箇所、沖縄県で419箇所、学校の屋外避難施設は全国で 37,057 箇所、沖縄県で408箇所、公民館、コミュニティセンターなどの公共施設の屋内避難施設は全国で 33,621 箇所、沖縄県で495箇所、公民館、コミュニティセンターなど公共施設の屋外避難施設は全国で 13,928 箇所、沖縄県で279箇所となっております。委員長。赤嶺政権君。有事の際にですよ、ミサイルも飛んでくるようなときに、これ総務大臣に伺いますがね、避難施設で最も多いのは学校ですよ。直接の攻撃にも爆風にも耐えられないと思います。中にはですね、緑地やグランドも指定されているケースがあります。これで住民を守ることができますかね。斉藤内閣審議官。お答えを申し上げます。避難施設にはさまざまな用途がございまして、例えば避難してきた方々に、炊き出しなどを提供するための広場や、応急仮設住宅の用地として活用できるグラウンドなども避難施設として指定をされている一方で、弾道ミサイル等の爆風等からの直接の被害を軽減するためのコンクリート造りの堅牢な建物や地下施設などを緊急一時避難施設として指定をさせていただいております。今申し上げた学校等も、それがコンクリート造りの堅牢な建物に該当する場合、緊急一時避難施設として指定をされている例がございます。委員長。赤嶺政権君。学校って窓ガラスですからね。それから避難施設、今日資料を出しておきましたけれども、避難施設は、全部ですね、沖縄の場合は、米軍や自衛隊の主な、軍事施設、青色で塗っているところです。基地の周辺に、避難施設が、密集する状態になっています。軍事衝突が起こった場合に、米軍基地や自衛隊施設などが、軍事施設が標的となります。避難施設というのもですね、
実態、リアルな有事に耐えられるものではない、県外避難も不可能、そして地下下で全国この高端性が求められている中でですね、避難する場所などないということを申し上げて、ちょっと質問が、時間が足りなくなってしまいましたが、終わりたいと思います。